はいみなさんこんにちはわこコッツですえ今日はですね2018年4月の8日え19時55分です皆さんよろしくお願いしますえこの枠ではねえっ、ー、とオウム真理教の話題を前からやりたいなと思っていたんで、まあ、オウム真理教とあと仏教の話をねえメインにやっていこうと思いますよろしくお願いしますじゃあねプレゼンテーションするんでいつものねあれを用意しましょうはいよわたつ まず、えーと、オウム真理教が何を言ってたっていうところから入りましょう。宗教的な定義え。定義じゃない、教義。教義の話からします。あれ、なんだこれ。修行するわよ、修行するわよ、修行するわよ、っつって。<laughs> オウム真理教。えっ、ー、とね、まず、えー、っと、オウム。 理教オウム真理教っていうのがありましたと。フォローありがとうフォローありがとう。フわっフォローありがとうね。オウム真理教っていうのがあったときに、オウム真理教は仏教系なんですよ。仏教系の宗教。OK。まずここはポイント1ね。仏教系の宗教を名乗っていたと。 仏教について語りましょう仏、えー、仏教仏教っていうのは、えー、大きく分けると2つの、えー、宗派があるっていうふうに言われてるんだけどこれあのー、分かる人いるかなこの中に。オウム真理教っていうのが2つの、えー、と大きな流れがあるんだけどこの2つ分かる人いる、うん そそのの通り、虚構詳しいねその通りですね「えー、正常仏教大乗仏教」って書いてあるけど、まあ、まずは「大乗仏教」から書きます。大乗、えー、仏教で俺「正常仏教」っていう言い方嫌いなんですよ差別用語なんでなので「えー、上座部」と書かせてくださいえっ、ー、とね実はね「大乗仏教」の人たちがバカにした言い方なんだよ「正常仏教」って。 だから上座部仏教この2つがあります。はい、で、えー、っとオウム真理教はどっちだったかっていう話になるんだけどちょっと待ってね、えー、この大乗仏教のことをねあのマハーヤーナっていうんですよ。 ママハハヤヤーーナナとかマハーヤーナでオウム真理教詳しい人は知ってるかもしれないけどあの仏教系の中でも大乗仏教あ,あ分かってる分かってる結構うんありがとうそうマハーヤーナを名乗ってたのつまり大乗系仏教なんですよ本人たちが言うにはだよで大乗仏教と正乗あう俺が言っちゃってるよ大乗仏教と上座仏教の違いって分かるかな はははい、ロビーはどつ、つさんはどつこれの違いも解説した方がいいありがとう花火ありがとうドンチキありがとうございます花火ありがとうサンキューでーすサンキュー花火ありがとう、うん、えー、っと、わかる人いるかな説明入れた方がいいかなここは。ああ、久しぶりありがとうアイテムありがとう楽しんでってねー。 500円ゲツ全くわからないほうほうえっ、ー、とねじゃあ仏教の解説からしようかまずねえっ、ー、と <laughs> 仏教っていうのはこの前に上座部仏教大乗仏教の前にえっ、ー、と原始仏教っていうのがあったんですよ原始仏教で原始仏教からえっ、ー、と上座部仏教に貼って 上座部仏教から大乗仏教ができたので簡単に言うとこの大乗仏教っていうのは中国ででできたものですね、はい、そういうこと自分で修行してえっ、ー、とね簡単に言うと上座部仏教っていうのは自分自身が、えー、仏陀になる方法を追求していくのわかるもともと仏教ってさだから信者自分があの入門して あの漱石を開いて仏さんに要は僧侶になって徹底的にやると。で大乗仏教っていうのはその中国の道教とか儒教とかとミックスしてできて発展していったんだけど、えー、と一般人要は、えー、と仏教とは関係ない人も悟りに導かないと駄目だよねっていう考え方が大乗仏教の、えー、これはね面白いんだ日本って大乗仏教から入ってきてるんですよ。 だから、日本の宗教とほとんど大乗でしょそれはそこが原因なの。要は、遣唐使とか遣税使とか行って、あの、持ってきた仏教っていうのは、中国から持ってきたんで、大乗仏教です。でも、本当は、原始仏教から上座部仏教。これね、上座部仏教っていうのは、あの、えっ、ー、と、ネパールとかさ。え、ネパールじゃないどこだっけネパールで合ってるっけ上座部で今残ってんのどこだ えとチベットも大乗に入るの、えー、チベットも上座部に入るのかなうん要はあのまあほとんどが今大乗仏教ですねマハーヤーナって呼ばれてるオッケーここまで要は自分で悟りを開くっていう修行を徹底し,してやっていく方法の上座部仏教と、えー、それももちろんやるんだけど、えー、人々を救っていかないといけないとインドネパールかうん タイイインドネパールタイも上座部だねそうだね、うん、で要はあの一般市民も救っていきましょう大きな船に乗るっていう意味のだ大きく乗るって書いて大丈夫でしょこれはあの仏教を船に例えて人々を救い出すっていう風な仏教の始まりはね、えー、北インドのネパールの方ですね、えー、マガタ国、うん、マガタ国っていうところでできたんで北インドとかネパールのこううん ななんていうのかな国境沿いの小さな国で生まれたのが原始仏教です。はい、まあこれくらいでいいかな、まあ、解説は。でオウム真理教が名乗っていたのは、えー、マハーヤーナ大乗仏教になります。OK でしょうか。でマハーヤーナの特徴としては、えー、と一番有名な教えっていうのは空論空の論理なんですね。空。色即く是空とか聞いたことあるでしょ 空っていうのは漢字でこう書くんですけど。空っていうのを開発したのが大丈なんですよ。オッケー。ここまで空の論理空論。空論って書こうか？で。 そうううそそその空のこと空のことまあ空とは何なのかっていうのも後でまあ必要だったら話すんだけどえっ、ー、とね要は上座部仏教も大乗仏教も原始仏教で教えられてたブッダそのものの経典っていうのをベースにしてるんだけどブッダが何を言ったのかっていうのの解釈っていうのを研究しなくちゃいけないと。で大乗仏教は論理体系に優れていたの。 だから経典とかめちゃめちゃ多いしその、まあ、大乗仏教で有名なナガールジュナっていう人がいるんだけど、えー、な書いとこうかナガールジュナナガールジュナっていう、えー、と有名なお坊さんがこの空論っていう論理体験もう仏教の中で大天才って言われてるんだけどナガールジュナが空論、えー、を生み出します。で、この、まあ マハーヤーナを名乗ってるっていうことは空の論理体系が含まれてないといけないの。でえっ、ー、とねまずオウム真理教の第一の矛盾マハーヤーナを名乗ってるのに実在論を唱えてるんですよこれ大丈夫 <laughs> これ大丈夫かなえっ、ー、とねやっぱねオウム真理教の矛盾点を作ってことは仏教の話かなり濃くなってくるけどいいっすか長くなるよこれエヴァンゲリオン枠並み長くなるよ。 みんなついてこれる大丈夫あのくっそつまんないいくになるかもしんないけどいいですか <laughs> なんかね不安もうねあこれ長くなるなっていう予感がねもうビンビンするんだよね俺の中で <laughs> あ和道の悪いところ出てるっていう <laughs>、えー、大丈夫仏教原始仏教もうこれひたすら長くなるよ聞きたい OK えっ、ー、とね仏教かなり詳しくなるよみんなまず えっと、どうしようかな。どうしよう。<laughs> えっと、オウム真理教、仏教、原始仏教があって、大乗仏教がある。空論を生み出す、流れじゃない。えっ、ー、とね、実在論っていうのに行こうか、じゃあ。えっ、ー、と、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、新規でもう一回作ろう、えー。新規作るのどうやってやんだ、これ。ピンと。あれ、これ新規って作れないのかな 新規って作れんのかなどうやってやんだろうペイントの新規作成が分かんないな。ファイルか。これか。え、あ消えるんだ。まあいいや。え、え消えんのまあいいや。えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、空とは何かっていう。 の話しましょう空空とは何か皆さん空と言ってイメージするものってありますこれねすごく難しいんだよね最近量子論とかがこれに追いついたって言って話題になってるんだけどそもそも空っていうのが何なのか悟空っていうこと。ドラゴンボールの悟空ってあるでしょ悟空悟空ってあれ仏教用語で空を悟るって書くんだよね 空を悟るだからあれ仏教の名前なんだよ「僕って、うん、右クリックで新規だありがとうさん無限方法、ほう,ほう無限空とは無限、うん、これがブッダが発明したものであるっていう空論仏教は何を説いているのか、うん、お金きついっすねクロロさんいらっしゃい 今あのフワッチと同時配信やってます。チャンネル登録よろしくお願いします。もう生活ギリギリですよ。無限んとね物事を突き詰めて考えるとあのー、もうこれはなんつうんだろう言語学とかさあのー、まあまあディスクリートマスとかまあうもう物理学者とかも分かっていることなんだけど有限と無限要はあるかないのかっていう話になるの。 ある状態と、えー、ないっていう状態要は1か0かっていうディスクリートマスとかコンピューターもそうでしょ、あのー、俺らが使ってるパソコンっていうのも電源のスイッチのオンとオフだけで計算式をやってるから二元論あるとないっていう状態があるそうわかるあるかないかに物事って突き詰めるとここに行くとでこの あるとないを両方とも包括した状態っていう状態があるっていう風のを発見したのがブッダっていう風にナーガルジュナー定義したの。それが空論。意味わかる <laughs> 意味わかんなかったらこの空を理解しない限り、あの次には絶対に進めないのよ。これ徹底的に解説した方がいい。っていうかもうこれ仏教の真髄だから、極意だから。これ意味わかります あるっていう状態とないっていう状態を内包した状態が空であるっていう言葉遊びでしょ。これはどういうことなのかっていうと、うん、俺らがな、例えばね、ああ、命と同じか。だからね、マトリックスの世界とか、広角機動隊とか意外とこれ SF とかもこれをよく描くテーマではあるんだけど、えっ、ー、とね、簡単に言うとね、 簡単に言うとつうかいろんな言葉のアプローチをするね、うん、名前をつけるってどういうことなのか名前をつけるこれ実は現象に対して名前をつけてるのね時間軸を切り取ってるのって分かる 例えばさ雨が降る時には雨っていう名前だけどダムに貯水されたらね貯水になって水道水になって俺が今水道水を飲んだら水道水になって飲んだ瞬間に体液になって排出されたらおしっことか排泄物になってで下水になって川を流れるつまり名前をつけることっていうのは時間軸を限定的に切り取るっていうこととイコールなの分かります ?OK。オッケー うん、はつ名前をつけるっていうのは現象について時間軸を限定的に切り取って人間というような名前をつけるの。でその際にえー、っとうーん OK だよね名前をつけると。だけどブッダっていうのはその水は普遍的とか名前をつけたりしても世の中っていうのは流動的である。 縁起って言うんだけどこれを要は <laughs> 世の中っていうのは全てが全てに影響をもたらしつつあって名前を付けても実体はないと。でも名前を付けるっていう行為は時間軸を切り取って考えてるから永遠性を与えてしまったりとか個室を生み出してるからこんなものに意味がないっていうことを言ったのよ。そうだから日本人的な感覚はほら日本は古くから仏教の信者だから当たり前にこういうのは分かるんだけど要は西洋人だって因果律で考えるの。 原因ががああって結果があるって例えば種を植えたらえー、と地面があるじゃん。こう地面がありますと。でここに一粒の種を一粒の種をここに植えますと。そうすると、まあ、葉っぱが出てきますと。で最後にきれいな花が咲きますよって。要は種を植えるから種を植えるから えと葉っぱがえるこれ原因と結果の法則だけれどもブッダが言ってることっていうのは「種を植えただけではダメ土壌が腐っていたらダメでしょ」って、えーと「ここに太陽がないとダメだよね」って「太陽があるからだよね」って「で土壌に雨が降るからだよね」「風が吹くからだよね」えー「地球が回って季節があるからだよね」っていうふうに一つの要因ではなくて「太陽も大地も雨も、えー、風も」 すべてこの世の中に起こっている神羅万象の現象っていうのがお互いに少しずつ微量な関係性を保っているっていうのが縁起の考え方の。で縁起っていうのは大さっき言った大乗仏教、小乗仏教でも語られてたことなんだけどもそれを言語として言語理論として確立したのが空論なの。で 突き詰めるるるととあないいっててうのを内包してる状態つまりこれ名前自体のこと今の例えっていうのは名前自体っていうのはあるようでないんだよっていうことわかる例えば水っていう現象はあるとないが内包してるっていうのが空理解できた感覚的の方がわかりやすいんだけどこれは仏教の面白いとか言語で徹底的にやり合うの。 神道と全く違いますね。神道にはこの概念はないです、うん。つまり名前自体はあるようでない。ないようである。つまりもう全ての現象は空であるっていう。OK。わかった。うん。簡単に言うと、仏教っていうのは人間がいますと。 人間がいますで心と呼ばれてる現象まあ現代科学でいうと、まあ、脳みそがメインだよねこここれを心心でしょ、まあ、心とか脳内現象って言っていいんだけどこの心以外心の外にあるものまあ魂って言ってもいいんだけどこれ以外っていうのは全て空だっていうふうに考えた、まあ、心ですらも空なんだけど。 ここから外に出るものっていうのは全部空であるっていう。ででだ空がだんだん分かってきたと次のステップいきます。で大乗仏教が考えた論理でしょこの空論っていうのは。この空っていうのはさっきも説明したんだけどマハーヤーナ大乗仏教ね。 大乗仏教大乗仏教のマハーヤーナこれ本来ね日本のお坊さんも勉強しないといけないことなんだよ日本のお坊さんも分かってる人少ないからだから朝原に取り込まれちゃったんだよ坊さんがあぐらが空いてたからマハーヤーナの空論っていうのはルールがあるんですよ 空論ねえ空論っていうのはそも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 論 言葉で定義するとこういう定義になるんですよ。すべての現象に実体は存在しないっていうことね。これが空論なの。OK。さてじゃあここまで来たとここまで来ました。あれおかしくないオウム真理教今日マハーヤーナを唱えてたでしょ。で、上座部だって言ってないの。実はね、マハーヤーナを名乗ってんの。だから オウム真理子マハーヤーナで検索してみると分かるよ。うん、そう全ての現象に実体は存在しないって言ってたのに彼らは何て言ってたハルマゲドンが来るって言ってたよね。あれしかもこれキリスト教の概念なの。 矛盾してないつまりちょっと仏教学者とかがこれを論破できなかったっていうのが問題があるのよ。おかしいでしょハルマゲドンが実体が実あるように言ってるじゃんえっとなんて言ってたんだっけなあとね神の国みたいなものがあるって言った要はねキリスト教とかハルマゲドンとかの教義を徹底的にそう現象なんだよ。あ現象っていうよりも。 要は「ハルマゲドン」っていうのがあの実体がないっていうことを突き詰めないといけない実体論実際論を唱え始めてるのあの世はあるとかだからもうそもそも教義自体がボロボロなの。でこれにはね実はね古い仏教でオウム真理教と同じようにあの暴走化したね宗教っていうのあるの。仏教の体系の中でも徹底的に考えこれだからね空論に戻るんだけど実は。 実を言うと朝原が突き詰めた結果っていうのは、えー、と仏教的にはあのー、すごく面白い現象だったのね矛盾してるうんあ延長するんで、えー、アイテム花火よろしくお願いします。延長しししたいいので花火アイテムよろしくお願いしますつまりハルマゲドンなんか存在しないよっていうふうに教えないといけない。 全ての現象に実体は存在しないんだよっていうことをマハーヤーナとして唱えないといけないオウム真理教そのものがハルマゲドンが来るって言ってること自体があのもうダメなことの。もうこれ仏教を信仰してる人からするとはあっていう感じなのよ。でなんで高学歴な人たちが取り込まれていったのかっていうとあの仏教ってさ宗教とかに「あ風船ありがとう」はキャコさん。 こういういさ、宗教とかって頭が悪い人がやるっていうふうにどっかで日本人と思い込んでるけど全然違くてそもそもまあ仏教の前ってバラモン教なんだけどあの、僧侶になれる人ってバラモン教ってさあの、すごい賢い人しかなれなかったんだよ僧侶って僧侶のことをバラモンって言うんだけどこれカースト制度ね。バラモン、ククシャトリア2段目がクシャャトトリリ目が えー、平民はなんだっけな平民がいてでシュードラスードラっていうのがいるんだよそうそう空論って量子論とすごく似てるだからあのー、最近量子論と仏教が追いついたとかなんかすごい面白い現象が起こってんだよねそうだからひも紐ひも理論とかだよねひもの振動状態があるっていうふうに考えるとあるしひもが動いてるとあるひもが動いてないとないっていうえー「シャ、平民」ってシャだっけ えとクシャトリアじゃバラモンクシャトリアで一番下がシュードラで真ん中あってバイシャだっけうんあ皆さん延長代よろしくお願いしますうん質量ゼロの日もそう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 まあちょっとなんかまあたどり着くところというか心理を境地は一緒なんだななんて思ってまあ俺は全然わかんないけど なんかまあね偉人が見る世界っていうのは一緒なんだななんて言って感慨深いよねまあまあこういうのの中でここの層がいたよ超エリート層の賢子たちを取り込んでいったのが仏教だからバラモン教ね最終的にあの仏教に変えさせていっただから、うん、そうこの世の命はじゃない仏教が言ったことはこの世のすべては幻だって言ったの。 これ仏教の真理だよ生命だけじゃないの。この世に起こる全ての現象は幻だって言ったのがブッダ。うん。よしょ。OK ですか。っていうのが、まず、えっ、ー、と、仏教そのものの、あ仏教っていうか、その、オウム真理教そのものの矛盾点1。で、えっ、ー、とね、悟りっていうのが今度何なのかって。仏教の本質っていうのは、悟ることですよ。ニルバーナって言うんだけど、 仏教の本質、えー、悟りを得ることえーえー、っとねカルマカルマじゃなくてえー、っとだるまだねだるまっていうのがあるんですよえー、日本語にすると「法」と書きますえだるまイコール 宇宙法則現代語にすると宇宙法則って言った方が俺はしっくりくる俺の用語ですまん、うん、ありがとういいね100個ありがとう延長しますありがとうございます延長しますちょっと待ってね延長しましょう、えー 涅槃のことですね。いや、涅槃のことじゃないです。えっ、ー、と、仏教の本質は、えっ、ー、と、まず、前提として、ダルマっていうのがあると。で、ダルマっていうのを手に入れると、ニルバーナに達するっていう考え方の。ニルバーナ。涅槃。これは、イコール、 手に入れるって言うのはえっ、ー、と。あ、ほん使いづれえなー。これさもうさペイントが生まれてから、何年も経ってんのにテコ入れして欲しいよね。本当に何なんだろう？この使いづらさ。 ンイのが使いやすかったんだ使いづらいよねイラストレーターに慣れてるからよしその次がサンスクリットサンスクリットっていうのは言語の話だね、うん、えー、っとそうそうキエのそう法う,うん法です OK でえー、っとね 法,法っていうのは法律の法ではなくて宇宙法則の法だと思ってください。要はねあのだから物理学者が言ってる宇宙法則みたいなことをブッダは解いてた。要はそれがまあ縁起だったりとかいろんなのがあるんだけど簡単に言うとブッダっていうのはこの法則自体を見つけたと。でそれをえっと人々に伝えるための方法論として縁起とか、まあ、発展した空とかを使っていたっていう風に考えればいいかな。だから えと仏教っていうのはこの「ダルマを手にした状態」を皆さんにお伝えするテキストなんですよっていう感覚。OK。うん、要は、えー、と仏になるイコール仏になった状態のことをニルバーナって言うんだけどニルバーナっていうのはダルマを手にした状態がブッダだから。でダルマっていうのは宇宙法則。でキリスト教とかの考え方っていうのは「神前保護」ちょっと話がそれるんだけど。 何色にしようかな普通の、えー、世界宗教っていうのはふわっと二窓中継ありがとう <laughs> えっとね親善親善保護親善保護っていう関係これがキリスト教ですでキリスト教とか、まあ、イスラム教、まあ、普通の宗教全部これなんだよね イスラム教まあこいつら兄弟だからなこれはえー、っとイスラム教もユダヤ教もキリスト教も兄弟ですよ、うん、それもあとで解説しようかよいしょえー、っと「神様がすべ、えー、てを作った」と。 かっこほうそほうそも宇宙もとこう考えるとああ神前保護だなって分かるでしょ分かれるだから神様がいないって言ったら成立しない宗教なのそもそもが神様が7日間で宇宙を作ったとかアダムのイブを作った地球を作った創世記でしょ うん、イスラム教も一緒ね。うん「真言」ってやつだね、手中。そういう真言を経典にまとめてるのが真言宗ってやつね。えっ、ー、とね、真言のことはなんて言うんだっけな。えっ、ー、と、オウムとかフームとか、いろんなあの真言。まあ、凡字だよね。ン字とか、サンスクリット語とか、いろいろあるんだけど。 で、仏教は実は神様が前じゃないんですよこれねすっごくここが仏教の面白いところなんだけど「マントラだ」だありがとう。「マントラマントラ」えっ、ー、とね「法然仏語」「法然仏語」なんですよ。 このさ仏っていう概念と神様っていう概念が圧倒的に違うそもそもこの宇宙には法則性とかがあったと。でそれを手にした人が仏になれるっていう考え方のね 面白いでしょだから、簡単に言うと、仏、えっ、ー、とね、これはね、クリスチャンと対談するとよくわかる。いくよ。Q ちゃん牧師に神様いないって言うと、なんて言う <laughs> クリスチャンって言ったら俺ら Q ちゃん牧師が思い浮かぶぞ。しょ。Q ちゃん牧師に神様なんかいないよって言ったらなんて言う ?Q ちゃん。要は、 異教徒だだとか悪魔だっていうのなんでかっていうとそもそも神様が全部を作ったっていうのが始まりになってるから神様がいないと成立しない宗教のキリススト教教教とかユダヤ教イスラム教っていうのは。神様が、えー、聖書をねえ啓示、要は天書を使わせて掲示をしたとかさモーゼの十戒回とかいろんなユダヤもえっ、ー、とんだっけえっとムハンなんだっけムハンマドだっけ。 が、えー、とアラーからを受けた全部このこの法然不都合の関係にあるでしょ言われてみるとあした親善保護の関係にあるでしょでも仏教の面白いところって「仏なんかいねえよ」ってお坊さんに言ってごらんその通りだよってお坊さんが言うんだよで「仏なんているよ」ってお坊さんに言っても「その通りですよ」って これ矛盾っていうのよ。ここが仏教の面白いところ。仏教っていうのは、仏さんがいない状態といる状態が内包してるでしょ。これが仏教のややこしいところでもあり、さっき言った空論なの。つながったでしょ。つながったでしょ。面白くない仏がいても、いるって言っても、いないって言っても、矛盾しないの。 で言葉,だけ,言葉面だけを取るると矛盾ししてるようでしょだから西洋人に理解されないのはここのそれ矛盾じゃんゼロ,ゼロか要は空を理解できない西洋人っていうのは要は仏教を理解できなかった面白いでしょムハンマドか都合がよくないですどこが都合がいいと思った だって矛盾してないじゃん。「仏なんかいないよ」って言ってもさ「ああ世の中のほとんどの人が宇宙法則を手に入れてないからいないよね」って「仏なんているよ」って「そうだね」って「世の中には賢い人がいて宇宙法則を手に入れてぶったっているね」って、うん。だから矛盾がしてない。要要はは言葉つらうぶ要は えー、補足説明がないと矛盾してるように見えるんだけど補足説明が入るると矛盾してるだからお経ってずーっと説明をしてるの。これ空っていうのはこうだよ縁起っていうのはこうだよってずーっとシンプルな論理をずーっとお経で説明してるの。だけど言われてみれば俺が話したことって簡単でしょそんなに難しいこと言ってないんだよ。日本人的な当たり前の感覚のことを仏教が作っただけなの。 そうだね悟りを開けばっていうよりも悟りとは何なのか要はダルマを手に入れるところだよっていう解説をしてた今その悟りニルバーナネハンこれ悟りのことなんだけどネハンっていうのは悟りねこれこれはえダルマを手にした状態がブッダだよじゃあこの悟りって何なのかっていうとダルマっていうのがあるよってじゃあダルマって何なのっていうのが縁起であったり空論であったりするよっていう、うん、で えーとまあこの状態が本来は、えー、とニルバーナなんだけれどもまあこ,この辺消そうかこの辺はちょっと消します。OK うーん悟った時に実は悪い悟り方要は悟りの境地っていうのがあるんだけど実はえー、と2種類あるっていうふうに言われてるのね。えーとそれはね ウパニシャット哲学とかに戻ろうかえっ、ー、と仏教の前の段階なんだけどウパニシャットっていう、えー、バラモン経典の話、えー、ウパニシャット哲学について。 あのねそう悪い方の悟り方っていうのが何なのかっていうだからね朝原が見た世界っていうのは実はね過去に歴史があることなんだよっていうことを説明したいんだけどじゃあ何をもって悪とするのかっていう話をするためにまたあの過去の話をしないといけないんだよ。いや違いますボンテンとアートマンの話は今から出ます。えっ、ー、とブラフマンアートマンあの話なんだけど「えー、とボンが一女」っていう言葉。 今その話に行くからねナゾさんボンガ一ニョこういうふうに書きますボンガ1オッ OK これボンガ一ニョっていう考え方っていうのはブラあのウパニシャット哲学の奥義だって言われてんだけどこのボンっていうのが何なのかいきましょうかまずボンとはえボンテンのことなんだけど ボンイコールこれがブラフマーです。ブラフマンとかブラフマーとか言いますね。OK。ボンはブラフマーね、うん。ブラフマンでいいや。で、えー、っと、ガっていうのはアートマーのことですね。アートマンでいいか。我イコール。アートマン ボンで一如っていうのは簡単だよねこの「ボン」が「一ちっていうそのウパニシャットが作った哲学要はカースト制度を作ってる論理なんだけれども簡単だよね「一ちだから。えー、っとボンテンと,あとブラフマンとアートマンは一体であるって考え方超シンプルでしょ。 要はこれスピリチュアリズムもこの考え方のだから俺はスピリチュアリズム大嫌いなあの世を肯定するなっつってのはオウム真理教と言ってることも全く一緒だから梵天さんっていうのはねあブラフマンの説明しようかブラフマンっていうのはえー、っとちょっと待ってねブラフマンイコール、えー、宇宙の創造神です Okay、ブラフマンっていうのは宇宙の創造神でアートマンっていうのはもう我だからそのまんまだけど自分自身の魂とかを入れた方がいいんだけどまあ自分自身でいいや一緒だからうんそれはね多分ねカオスねあのえっ、ー、とね日本の仏教が間違ったこと言ってるからですよ 僕も全く一緒の考えです仏陀の教えは正しいんだけど今日本で教えてる仏教っていうのは仏教と何の関係もないそれをねえっ、ー、と江戸時代の哲学者はもう見抜いていて日本人なんだけど、えー、大乗非仏説論で検索するとね仏教の捉え方変わりますよこんな感じかなでこれがウパニシャこれ仏教の考え方じゃないよみんな注意してね このウパニシャット哲学っていうのはもともと仏教が流行る前のバラモン教の教義ね。OK? ボンが一2を。これはあのー、バラモン教ね。バラモン教。バラモン教典の話ね。ついてきてるかーい <laughs> みんなついてきてるー大丈夫 ?OK ですか その盆はキリスト教の神様とは違うの。えっ、ー、とね、宗教が全く違うから、その辺はね、全く違うと思ってください。今、ふわちの枠に突然現れたブラックホールみたいな枠、勉強させていただきます。ありがとうございます。勉強というか、シェアですね。僕、何かを教えるっていうの嫌いなんで。はい、あの、人間が一生涯に触れる知識なんてものは、たかが知れてますよ。バラモン教の、えー、バラモン教の教典の中の最終教典、要は、奥義中の奥義です。ウパニシャットは。 で、えっ、ー、と、要は、まとめとか結論って感じが、ボンが一の。つまり、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、か、簡単かと全部一緒。要は、アートマンっていう自分自身の魂がある。死んだらブラフマンに帰る。ブラフマンから神の雫が落ちて、また新しい我が,、えー、我が生まれる。これをカルマって言ったの。俺だから、あれだよ、宗教オタクだから。俺ちなみに宗教大っ嫌いだから。 こ、あの要は坊さんとか牧師とかを論破してやるためにあのめちゃめちゃ猛勉強したらなぜかこんな要は嫌な性格なんだよ典型的なオタクの性格なの要はオタクの戦い方ってあの知識マウンティング仕掛けるのよ要は俺は Q ちゃん牧師にこれで <laughs> バンバン仕掛けてキリスト教の Q ちゃん牧師に分かりませんって言われてたからね 「<laughs> 和堂さん」って苦笑いで「それは分かりません」勝った!」って思ったよ <laughs> ナイスでしょこれがお宅ですよ「ニルバーナ」っていうのはここに書きました「ネハン」って意味です「ネハン」「槃ハ寂っていう言葉があるでしょえ本当のね真のニルバーナは死んだ時に訪れるんだけどえネハンっていう日本語だと涅ネハン」です要は「悟り」っていうふうに言った方が身近かな悟り あ,あまあ、岡田敏夫は僕のメンターの一人なんだよね。うん。えっ、ー、と、で、何の説明をしようとしたらなんだっけな。まあ、バラモン教ウパニシャ哲学。で、えっ、ー、と、ブッダっていうのは、実はここに、あ,あ、まあまあまあ、その前にスピリチャリズムの話だ。が、要は、我々には魂がある。アートマンっていう自分自身。これ、コガっていうんですよ。コガ。本当の用語はコガ。まあ、ガでいいんだけど、アートマンっていうのね。 で、この魂とブラフマンは繋がってるから、要は輪廻していく。生まれ変わっていく。だからこのアートマンっていうのにデータベースがついてて、これがブラフマンに回収されて、また新しい命が生まれる。こういう風にぐるぐる回るから、お前が奴隷をやってるのは前世で悪いことをしたんだよっていうのに繋がってるでしょ。ウパニシャットっていうのは。うん。OK? あ、なるほどなるほどって。要はこれって奴隷を生み出すためのシステムだったんだよ。ウパニシャットっていう。 で,でだある日突然北インドのネパールで、えー、とゴーダマシッカールだって男が悟りを開いて言ったのがこれの否定をするの。ブッダが、えー、と学術的に言うとブッダが何をやって有名になったかっていうと,、えー、とこれです。ブッダがやったことね。えー、ブッダっていうとあれだから、えー、シャクソンにしようかシャクソン。シャクソンがやったこと。 けますこれ本当はお坊さんが話さないといけないんだよ。アートマンの否定。これが画期的だったの。さて思い出してくださいさっきテキストに出てきたでしょこれななんさっきもう説明終わってるからみんな把握してるんだよ。さっきの説明論理でもみんな理解してる。なぜアートマンの否定してる 分かるる人いるさっきみんなが「ほう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 」って言った中にアートマンの否定が入ってんの分かる分かんない最初から見てた「空」の定義思い出して空、うん「空」空」の定義は何だったさっきの放送を見てた要は30分前ぐらい見てた人なら分かるでしょ すべての、要は名前を付けることに意味がないよ。すべての現象に実在はないよ。アートマン否定してるじゃん。なるほどでしょ。そう。すべての現象に実体はないっていう。そういうこと。これをシャクソンは言ってるから、アートマンの否定、つまりボンが一にのガなんてものは存在しないって言ったの。 だからメッシの考え方でしょ。自分を捨てろとかさ、自分なんて存在しないということをぶった、その、二支演技のこととか、要は欲望から駆動して人間は生きていて、その欲望が苦しめるとか、ずっとアートマンの否定してるでしょ。なるほどでしょ。だけど、じゃあ、話は戻ります。オウム心理教がやってることは 大乗仏教が唱えななけければいけない空論でしょうかそれともウパニシャットでしょうかハルマゲドンが来る生まれ変わってシャンバラを作るあれって思わないあれって思わないこっちとこっちどっちだろうって思わないつまり麻原がやってたことっていうのはえっ、ー、と実は先祖返りした古い仏教っていうよりもバラモン教的な論理の。 しかもね、朝原は何を名乗ってた俺は何の生まれ変わりだって言ってた何の生まれ変わりだって言ってた朝原は。わかる人いるかなし神だって言ったの。自分のこと。破壊の神様の。だから、どちらかっていうと、バラモン教寄りの古い考え方をしてたそういうこと。 ウパニシャッと寄りのの考え方をしてたの原自身はだから俺が現代に生まれてたら麻原なんか一発で論,論破できたよ。これ言ったらグヌヌだから。お前ら仏教じゃねえじゃんって。全然悟ってねえだろうって。 でえっ、ー、とね朝原たちがポアの思想って言ってんだけど本来あのチベット仏教にもポアっていう考え方があるんだけど本来の意味のポアっていうのはメッシなのよ。要は自分の魂を一回殺す修行のことをポアって言うんだけど彼らの解釈間違えすぎどう考えても。うんあとはまあ まあこの辺を押さえておけばもう完全論破だから分かる人が聞いたらもうなんつうんだろうあオウム真理教ってあれじゃん偽者じゃんっていうのが分かるはずなんだよ。しばしんはね仏教にも出てくるんだけどそれがね面白いんだけどシャクソンが出てきて仏教にインドはバーって寄るんだけどえっ、ー、とバラモン教って実は根絶やしにできなかったの仏教を取り入れてできたのがえー、っと名前が出てこないなえー、っと今ある宗教なんだっけインドの。 えっとごめん誰か頼むわえっとバラモン教がシーク教じゃない今インドの宗教ヒンドゥー教だ要はバラモン教の教義をベースにして仏教を取り入れたのがヒンドゥー教のうんありがとうございます花火ありがとうそうヒンドゥー教ねそうだそうだありがとうど忘れしてた えとごめんね最近この話しないとねもうボケてきてねなんかあのー、誰々が殴ったとかさ誰々がどうこうとかさ花火くださいとかさそんな話ばっかりしてるとこういう大事なことを忘れるんだよ <laughs> ヘッドショットとかの説明もしないといけないし、うん、まあまあいいやえっ、ー、と今ヒンズー教っていうのはだから、まあ、仏教とあのバラモン教がバラモン教をベースにし融合してるし 釈尊自体ももともと仏教っていうのはバラモン教のカウンターでできているからここを論破するためにあの、えー、とバラモン教の用語がベースになってるのだからお互いあのなんつうのお互い関係があるのねだから仏教の用語っていうよりももともとブッダが生まれた時の宗教っていうのはバラモン教が当たり前だったでバラモン教が滅んだ後に仏教がベースになった時にリバイバル運動でできたのがヒンズー教って覚えておいてください だからどっちの用語っていうよりもお互いに関係し合ってますヒンズーと仏教っていうのはお互いに、はい、そうヒンドゥー教はだから仏教の教えも取り入れたの要は折衷案を出したのそう、うん、だからインドっつったら仏教の国でもあるしバラモンの国でもあるそういう新しい宗教がヒンドゥー教だと思ってくださいうん あとはじゃあ、まあ、ポイントはだいぶ説明できたんで、まあ、仏教とか宗教について質問があったら語っていこうと思います。イエスはユダヤ教みたいな、そういうことです、そういうこと、うん。イエス、キリスト本人はユダヤ教徒ですね。うん。っていうよりも、イエスは実は、あの、キリスト教なんて信仰してないんだ。そもそもだから、あれを作ったのは、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、名前出てこない。えっ、ー、と、目、目治った人なんだっけ もともとユダヤ教の高裁だった人高僧だった人えっ、ー、となんだっけ目直してもらったじゃんなんだっけあいつあいつなんだっけえっ、ー、とパウロかんパウロパウロかパウロパウロ教なんだよあれはパウロが作ったのキリスト教パウロだ パウロののっていうのが出てくるじゃんパウロがっそ頭いいんだユダとユダヤ教は関係ないのうーんまあまあだからキリスト教がなかったからねそうパウロが教会作ったりとか要はブランディングしていくんだよね十二使徒って言ってあの要は弟子たちを使いだって言ってあ世界中に布教活動させたりとかうんあパウロは頭良かったよ 要は宗教を作る時の手引き書によく書いてあるんだけど狂ったやつを見つけろっていうので頭のいいやつが本当のあの教祖だっていうあ色即是空と空即是式の矛盾はあれはうんー OK 矛盾ねちょっと待ってじゃあ黒板消しますよいしょとえー、じゃあ質問色即是空空即是式空論ね まあ空の概念っていうのは分かったでしょう空。さっき話したから。で、えっ、ー、と、式っていうのを説明しようか。式。式っていうのはさっき言った実体のあるもののことを式って言います。色って、色ってつくと。実体のあるもの。つまり、これって、 あの本来はね色即是空っていうのはだから式っていうのは、えー、と空であり空っていうのは式であるみたいなことを言ってんだけどそれって中国人が間違えて解釈しちゃったの悟空って名前はだから仏教用語よだから本来はこれイコール関係ですよっていうことを言っちゃってんのよ経典の中ではでも本来は空の中に四季がありますよっていうことを伝えないといけないのだから間違いのすごいシンプルでしょ矛盾じゃないの えと教えを完全に中国人が理解してなかったの要はさえっ、ー、とあのさ中国大陸があの天竺っていうところに教えを持って帰るとでシルクロード渡る話あるよね悟空諸八戒サゴ城あれって天竺ってどこなのかっていうとインドを指すのねインド要は簡単に言うとあれ仏教を持ち帰る話なのよ三蔵法師が持ち帰る話って。 でそれで実際に持ち帰るんだけど三蔵法師がで中国語に翻訳するのだけど仏教の本質っていうのがやっぱり難しくてで間違えて解釈したと要は大乗仏教のここ間違いねだって空の方が概念が高いっていうことはもう前提として空論があるんだもん OK 要は「式」が空の中に内包されている状態ですよっていう風に教えないといけないんだけど多分日本のお坊さんも四季「式」「式」と「空」はイコールの状態だっていう風に認識しちゃってると思う。でもブッダの発言をちゃんと読んでいい要はねえっ、ー、と原始経典だとなんだろうなえっ、ー、と、えーえー、原始経典名前が出てこない、えー、まあまあ古い経典を読むと まあ、ブッダはそんなこと言ってないんだよ明らかに、うんまあ、だから仏教って専門用語が多すぎて難しく感じるだけなんだけどあのー、そんなに難しいこと言ってないよ。バカでもわかる中卒でもわかるぐらいシンプルにずっと解き続けて うん、語訳だよそう語訳あと大乗仏教のダメなところねあの本来はブッダの教えなんだからブッダが言ったことを伝えてると思ってるけどお経ってて勝手に書いていいんだよ、うん、まあまあ中道の話とかいろいろしてるんだけど中道の話っていうも空論だね今要はオウム真理教の矛盾点を探る要は実在論唱えてんじゃねえかこいつらっていうのを説明するために空論を展開してましたうん。 延長するんでアイテム花火お願いしますよろしくお願いします延長したいのでアイテム花火お願いします朝原はね実際ねその宗教的というか瞑想とかの天才だったのは間違いないだけど悟った結果バラモン教よりの悟りを得たっていう要は昔古いもとなてつうのッダ的ではなかったんだ 要はバラモン教寄りの悟りを得たっていうことを伝えたかったでもそれは現代社会の論理には合わないっていう。要はだって死を肯定する考え方だからだから突き詰めたらポアの思想になるわけじゃん。あのー、要は悪いカルマを背負った人は何してもいい殺してもいい本人のためになるありがとうございますアイテムありがとうそういうこと。 要は古典まあやつらサンスクリット語とかねバリバリ翻訳してたから日本で一番古い経典持ってたのはオウム真理教だと思うよ、うん。花火ありがとうございます。そういうこと要はねえっ、ー、と悟った人だったら何言っても構わないっていうところが大乗仏教の一番よくないところ悟った人だったら何言っても構わないだから俺悟ったよっていうし信仰宗教仏教系で開いて俺が経典書いたらいいんだもん。 心教なんかまさにそうでしょ。うん。そうそうそう、悟ったのは間違いない。ただ、悟ったのが、要は極論だったっていうこと。だから、要は、勉強不足だよね、明らかに麻原は。要は、自分の欲に駆動されてたのは分かるじゃん。要は、セックスしてたり、女の子とセックスしてたりとかさ、メロン食ってたりとかさ、あんなブクブク太ってさ、どこが悟りなんだよって話だ。仏教と何の関係でもないことやってたんだよ、マハエアのとながら。 要は元々の欲を捨てきれなかったの麻原は。でもその要は超人あの神痛力って言うんだけど仏教って実はその悟ると神痛力が開くっていう要は超能力を得るるっってていうことは仏陀は分かってるのよだから人の,その過去の記憶を探ったりとか病気を治したりとか千里眼を得たりとかっていういろんな神痛力があるんだけど俺は朝原神痛力持ってたんじゃないかと思うよ。 えー、原始仏教に近いことをしてるって最初はメディアももてはやされそうそうあとは中澤信一っていうあのー、チベット仏教をすごい勉強してた日本の原始仏教の権威みたいなやつがついちゃったからブランディングが成功したんだよ、うん、まあ人通力あったと思うよじゃと1万人もついてこないでしょ、うん、だからねえたけ志あのビートたけしちだって「あこの人本物だ」って,言ってテレビで言っちゃってるじゃん 魅力人間的なな魅力があったんだよ少なくともそれを人通力というかどうかというかいやだってあれじゃん仏教とヨガの関係はあってだってよだからバラモン教で普段そのバラモンたちがやってるのが神とつながること盆に近づくことじゃん盆天感情さっき言ったブラフマーにねそれをやる方法論がヨガだから。 だからさ、ヨガ教室に通う女の子、痩せたい、綺麗になるんだって言って、いつの間にかベジタリアンになってたりするでしょなんか超意識高い女に変わっちゃったりするじゃん。ヨガ教室に通ってる女なんかさ、もうとんでもねえんだから、それはわかるでしょ <laughs> <laughs> こいつらやべえだ、洗脳されてるな、みたいな。なんかオーガニックだ、オーガニックだ、とか言うでしょあら当たり前だよ。だってヨガの中にそういう要素が入ってるんだもん。もともと宗教儀式なんだから、あれは。もうん。みんな洗脳されてんだから。 ヨガ教室っつってだってあれだよもともとオウム新選の会って言ってヨガ教室だったんだよオウム神理教うん俺は教祖じゃないよえ式、ー、は空であって空は式認識できないものを言及することはできないから式イコールよく分からんえっ、ー、と簡単に言うと式則絶交空即是式っていうのは式は空であり空は式である要はえっ、ー、とって言っちゃってるのだけどさっき俺が説明した通り空っていうのは えと有限限と無限の内包してる状態でしょだから式っていうのは実在論だから中国の翻訳が間違ってるよっていうことを俺は言いたいのイコールではないってこと要は空の中に式は存在するんだけど式の中に空は入ってないよっていうことを言ってんのだから中国人が言ってる誤訳誤誤訳なそれはもう全然説明できるようん 空ののものを理解しなないいいととここれ間違っっててるじゃんっていうことが言えないだから多分ねカオスさんは途中で来たんだよ一番最初の空の説明を聞いてなかったの、うんうん、なかなかいいテーマだっっ中澤はんで見抜けなかったのか要はだから朝原にそのヨガの才能があったから禅の才能があったから だからその禅の天才であったことは間違いない、うん、大丈夫かお前って俺カルト的かな全然俺まともなことを言ってるつもりなんだけど俺は <laughs> 宗教的に見える俺は普通になんかまともなつもりなんだけど えー、ああ素晴らしいねだからそういうことよ全問道になってくんの和道は和道じゃないだから俺はいつも言ってるじゃん名前なんて記号だよただのって生きてることに意味なんかねえよってこれはだからブ,ブッダの俺は現代語訳だと思ってるよだからこそ意義,意義とか意味とかを自分たちで作らないといけないんだということをよく言うじゃんこれはブッダの言葉の現代語訳だよ和道語訳かなうん の天才ってどういう,ことうーんとね簡単に言うとチ、えー、ベット仏教の修行とかっていうのは現実世界を書きき換えたりとか余裕でできるの, <laughs> あのマトリックスの世界の話になってくるんだけど例えば今見てるものを消したりとか作り変えたりっていう要はアバターを作るることができの要はもうそれ現実的にそうなっちゃったらだからブスをだから俺はいつも言ってんじゃん愛子ちゃんが吉高由里子にしか見えないって言ってるでしょ。村 あの何だっけ村真子はあのスペックの女の子だよ戸田恵梨香にしか見えないって言ってんのだからそれは俺の才能だよねうんそうっていうようなその要は現実世界にもう希望を見出せなかった人たちにそういうアプローチとかをやってたんだよ麻原は、うん、全ては無であるは違う五す、うん、全ては幻だって言ったの無じゃない幻 要は簡単に言うと、和道だっていう風に名前をつけてしまうと、時間軸を切り取ってるから、普遍的なものだって考えるの。人間っていうの。違う。5分前の俺と5分後の俺っていうのは相互関係にあるから、ここにいる138人がお互いに影響し合ってる。釈迦もペコもいる。ノリコもいる。それによって人格っていうのは変わると。要は10年前の自分とか、子供1歳の時の自分を和道って言うのか、言わないでしょって。 名前を付ける危険性はここだよって言ってんのブッダは、うん、無に対しての価値観もまた人それぞれだから難しい気がしますえっ、ー、とね一応言語っていうのは正しく使わないといけなくて言語っていうのは意味があるので意味を共通して使わなかったら勝手に解釈を歪めたら人とコミュニケーションが取れません 要は国語辞典っていうのはそのためにやるわけですよ。うん、まあそのために数学が生み出されたんだけど、うん、全ては無であるっていうのは仏教とは関係なくてジェンガさんの考え方でしょ。そこは正しく言わないとダメだよっていう指摘をしたの。ワドドキ入るの <laughs> 俺は無宗教だからちなみに、うん。観光総裁全部断るクソ野郎だから。 うん、そう確かに幼少期の自分で全く別人だもんなそうだよだって脳細胞だって3年サイクルで全部入れ替わってんだよだから実は記憶っていうのは時系列順に並んでないのあのー、えっ、ー、とね要は嬉しい楽しい気持ちいいとか一番強く残るのは痛いとか怖いとか恐怖とか,だから洗脳する時っていうのは罰を与えたり体拷問かけたり 要は飯を与えなかったりするだからトラウマ作られるんだけど虐待をするとかさ心にこびりつく要は生命に対して危険だっていう反応ほど記憶に残りやすいな十10年経っても20年経っても鮮明に覚えてるわけじゃんうん,うん俺は天国信じてないでも荒野が天国っていう場所が仮にあって荒野が安らかに眠ってるんだったら俺は嬉しいと思う やめてブロックするよ。これはねえっ、ー、とね生まれた時に思ったのがえっ、ー、とお母さんってこれえっ、ー、とねいくつの時のお疑問だったかな6歳ぐらいの時に思ったのがお母さんって人間で見てるものが違うよって言ったの。 そしたらお母さんはてなマークでお父さんに今度同じこと言ったの。ねえってお父さんって人間で見てるものが違うよってどういうことだってえー、と目の色が違うでしょって青い目をした人俺は茶色い目黒い目をした人がいるものが違うから受け取り方が違うと思うんだよってでだけどこれはね言語の話なんだけど赤って例えばこれ説明書おっきいくよ。 俺が子のの頃言いたたかったのはこれ赤でしょって赤でも実はこれ俺は赤に見えてるんだけど例えば見てる人の中にはこういうえー、ちょっと待ってねこういう風に見えてる人がいるとこれ。でもこれを赤だっていう風に名前を付けてしまったら本当は俺はこれを赤って言ってるんだけど これを赤赤だっっってて教わったらみんんな赤って言い続けるじゃん要は外人が見てるとか俺が見てるものは色は違う色毛の人とかもそうでしょ要は名前で呼ばれて名前の付けるところはずれてるとただ認識の問題のずれを俺はしてきちゃう言ってる意味わかるこれ仏教で説明されてるんだけど式っていうんだけど色覚の式なんだけど式っていうのは人が持ってるもん要は同じ世界を生きてるようで実は別々の世界を生きているっていうことを子供ながらに悟ったの。 だけどこれを大人たちは理解してくれなかったのよ。違う違う違う言ってる意味だとじくて俺はこう見えていて他の人はこう見えているんだけれどもずっと同じように見えるわけじゃん。こう見えてる人はずっとこれが赤だって生きるの。俺はこれが赤だって言ってるの。だから同じような世界で生きてるようで別の世界で生きているんだよっていうことを言いたいの。そう。わかるだから言語スリットっていう言葉があるんだけどこれは言語スリットの話なのね。 分かる要は赤く見えていても生まれながらにしてそれが別の色に見えてるのに赤だって教わっちゃったら赤になるでしょっていううんっていうのをそういう疑問とかを解いてくれたのがブッダだったっていう話そこに惹かれたってこと音もそうだよあの感覚もそうよ だから俺らは同じ世界に生きているけれども宇宙の捉え方世界の捉え方は別々だっていうことうん違う違う要は感覚の違いじゃなくてその言語の問題を指摘したっていうことを言いたかっただから要は子どもの頃から俺はこういう感覚だったの何言っても伝わんないっていうで唯一あこの人同じこと考えてるんだっていう人がブッダだったってことよ まあまあそれがどうしただよでも俺の中ではそう何言ってるかわからないっていうのがデフォルトだったから要はこと言葉の矛盾点をついての要はその言葉の何て言うの危険性というか,か言語は正しく使わないと難しいよねだから数学が生まれたんだけど あの例えばその 3, 3色を使って何何何んっていうふうに指定したら限定するわけじゃん距離大きい川って言っても大きさっていうのは人のイメージが違う何メーター幅何メーター水圧何パスカルとかさ数学っていうのは矛盾がないっていうのはそこは素晴らしいところ第6第2の言語だだから俺数学好きだったんだろうな あまあ発達障害だったんだけど俺は、うん、言語は共通認識なようで共通認識ではないっていうことを言いたかったってことね <laughs> 言語は共通認識風だっていう本当の式っていうのをあの話したかった、うん、好きだったね俺は要は矛盾がないじゃん だからトマベツヒデトっていう人は空の定義をするときに点、数学的な点と一緒だって言ったの。それはねすごくあの空論の中であの新しいアプローチだなと思った。本当はねトマベツヒデト論じゃなくてね小室直樹っていう人がそれを指摘してるんだけど、俺は小室直樹論だと思ってるのね。要は数学上の点の定義っていうのは線と線が交わることなの。で線っていうのは面積も体積もないっていうのが定義なのね。 つまり実体は存在しないの。絶対に目で見えないの。面積も体積もないから。要は線が黒してるところ。だけど鉛筆でチョンってやった瞬間に点と面積が存在するでしょ。要はこれが数学的点。要はあるとないじゃん。点っていう概念、数学的宇宙、数学的世界の中、脳内にはあるんだよ。だけれども、えっ、ー、と、実体は絶対にないのが数学的な点なの。これが魂だっつったの。うん。えっ、ー、と、要は画の否定。 要はアートマンの否定とつながるんだけど要は自分というものあるようでないよってあると思い込んでるんでしょってだからあの世はないって言ってるのとあるって言ってるのと一緒なのよで実は否定してんだけど明確にはないっていうことなんだけど、うん、俺はだから戸間口秀人論じゃなくて小室直樹の論だっていうのが俺の意見なんだけど、うん、小室直樹そうあくまでも概念として把握してるそういうことそういうこと そこがテーマいや実在じゃないっていうだから戸間口秀と論だっていうのが学がないのこれを最初に言い始めたのは小室直樹のもう戸間口秀とかいうはるか前に言ってるのだから完治は勉強不足これは小室直樹論です、うん、数学の点で中学の時に図形や図形で悩んだよね鉛筆で書いた時点で面積あるやろせ線がね、うん 小室直樹は政治経済の本ばっかだったけどちょいちょい数学的な話もともと数学が得意だったんじゃなかったっけ社会学者だけど数学の大天才だったんだよね小室直樹は、うん、だからまあ社会学っていうのがいかにすごいかだよな金にはならないけども膨大な経済学から政治学からねえ 数学から統計学から全部使えないと社会学できないからねあそれはよく言ってんのはあれだよね今あのお弟子さんのなんだっけ宮台真司がよく言ってるよね社会学なめんなっつって、うん、社会学もともとあれでしょあの宮台真司も数学の大天才なんだよね照明とかもね面白いよね 例のの引用がトマベチの本丸パクって言ってて言る何を言ってんのだから違うって説明したじゃん。<laughs> <laughs> あだから仏教は言葉遊びっていうのは正しいよ。うん、俺はそうだと思うよ。な、禅問道とか何言ってるか分かんないじゃん。石州とかさ。 でも、だから、なんだろう、それをね、視覚化したのは俺、ハンターハンターの念だと思ってんのよ、うん。要は、分からない人には分かるけど、実はこういうことだよっていうのを、視覚、ビジュアル的にし示したから。あと、あの、スタンドっていう概念だよね。あれも宗教的だなと思うもんだよ。模様替え少ししたね。うん、模様替え少ししました。うん、まあまあ、変人でしょう。 エンジン扱いっていうか変人だと思うよ。完全にマイノリティでしょ。だって普通の人はそんなこと言ってる前に働けって言うでしょ。<laughs> 変人で結構だよね、全然。変人で大いに結構だよ。グッドボタンありがとう、YouTube。グッドボタンありがとう。いや、変人でしょ。 だってな1円の得にもなんないもんこんな話してたもんおうなんか俺は好きだけどね映画はね恋愛の映画撮りたいなと思ってるね要はその恋愛ってさまあ仏教の話にもつながってくる部分があるんだけど 俺は生きることと死ぬことっていうのはイコールだっていう風に考えてるの要は現象にしか過ぎないっていうでい一個を切り取るわけよ人生っていうだから俺らは実は100年未満の時間を生きるんだけれどもそれを2時間にするのがフィルムだっていうムービーだっていう考え方があってでその中に何を描きたいかっていうと要はねそのまあ一発目は恋愛撮りたいっていうのは何でなのかっていうともう何とかリットルの何とかとかさ何とかの中心で何とかをするみたいなの大っ嫌いなのよ俺。 あんんなな恋愛でもなんでももいじゃんだから俺が恋愛っていうのはカウンターでこういうもんだっていうこととで恋愛っていうのはまさに性っていうもの要はあのセックスの性ね性っていうものと密接に結びついてるとで生きるっていうことと死ぬっていうことをまさにその垣間見える瞬間だと俺は思ってるのそういうものを描きたいんだよねうんだからさ女性がさオーガズムに達するとき 要は生きてる実感を最も感じるのはセックスの瞬間だっていうのが俺の定義なんだけど、その瞬間に女性がなんていうかっていうと、行くって言うんだよ。行くっていうのはあの世に行くってことでしょ。害獣はカモ、カモ、カモン、カモンっていうわけじゃん。来るって、神様が来るって意味だから。要はね、生きる瞬間、最も命を生み出す最高の瞬間に死を感じてるんだよ。うん。面白いでしょ。うん。だから俺が恋愛を見せてやる。 あのの世世とこの世を見せて,やるっていうそうそう要は死ぬ瞬間だから俺はニルバーナー要は死の瞬間にこそあの救いがあるっていう考え方はすごく面白いなって思う <laughs> R 指定かどうか分かんないまあ今はね紀子をヒロインにするため紀子を半年で口説いてあの脱がせようとしてるリ <laughs> 子脱げ うっふーんっていうのりこのお色気シーンだよ <laughs> まあそれは冗談だけどまあまあもし映画をねあの応援してくれる人はえっ、ー、と300万今作ろうとしてますもしよかったらあのアイテム投げてくださいうんうっふーんって アレフっていうのは、えっ、ー、と、オウム真理教が原点だとすると、そこを引き継いだのがアレフ。で、そのアレフのトップだった上遊っていうのが脱退したのが光の輪要は波形が2つになった。だから、まあ正統派要はオウムを継承してるのがアレフだね。要はね、あの、息子が今、教祖やってる。うん。麻原の。もう二十歳超えたんじゃないかな。 今朝原を朝原の骨をめぐって大変なことになってる朝原の骨はどこに行くんだろうねまあアレフはね報復の声明も発表したかんねテロとかにならないといいけどまあ分派だねそう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 んか俺はよく言ってんのあの 俺とセックスしたいってオフパコしたいっていう女の子にはお前死ぬ気かって、うん、俺はだからセックスって言わない宇宙旅行って言ってるから、うん、宇宙に行きたいのって、うん、いやそこを飛び越えたら死ぬかんね俺とセックスするってことは死にたいって言ってんのと一緒だかんねまあまあそういうことだよ そういう映画を撮りたいんだよ俺は俺とセックスしたことあんのかよコーク知りもしれえのに口出すなよまあいやまあ娘だからな権利はあるぞ すごいよねえのんちゃん<え>和都さんのセックス半端ないよねマグロ <laughs> 正直争い朝原は結局何がしたいの世界征服じゃん世界征服がしたかったんでしょう あれでは築地のマグロぐらいピチピチ半端ないって意味だから、うん、男でマグロとか最低だぞ <laughs> <laughs> あんまりねもうセックスはもう10代の時にもういいやと思ってあんまり性的な関心はない、うん 美しいものをなんか性的に興奮するものよりも美しい女性が好きだね、うん、美しいものが好きです僕はうんあ首吊りどうなんだろうねでも朝原宙に受けるから大丈夫なんよ 深刻化ししてるでしょ睡眠薬とか入れないでしょいやまあまあ殺人だからなどうなんだろうね死刑。 殺すことに意味があるのかっていう、まあ、抑止力になってないと思うよ正直だったらもっとなんだろう無期懲役でまあまあでもどうなんだろうな死刑については俺はなんかあんま語る気になんないやいや真の後継者争いはしてないよ RF の方はもう後継者決まってるから、うん いいいや気持ちいいでしょうドーパミンエンドルフィンノルアドレナリン全部出るんだからどうなんだろうね死刑 <laughs> <laughs> については別にどうも思わないかな。 オウム真理教っていう社会現象に関心があるけど別に麻原が死のうが何だろうが俺にはどうでもいいことだと思ってるうんうん俺勃起する方かなどうだろう今日何食べようかなああ昔全然寝てたでしょなあ面白いでしょあんなもん椅子に座ってあぐらかいて出てきて キャラ立ってたもんねラーメンかいいねまあ被害者からしたら試験してくれと思うのはわかるけどまあそうだね時代の終わりだね時代の終わり一つの時代が終わろうとしてるよ オウムはは消えたとは俺思ってないよむしろこっからのアレフの動きどうなんだろうって思うけど俺はオウムの事件が終わったと思ったんむしろオウムを生み出したのは日本だからねあれは日本の暗部だよまさに日本の闇でしょ闇そのものでしょだからオウムがオウム朝原を殺したところでオウムは消えてないと思うよ俺は。 あのめ、ね、年間何万人も自殺してるし、うん、まだ終わってないと思うどころかむしろその根本は解決してないと思ってるよあ、はいうわたつあのね無視っていうかあのリスナーさんあの俺リスナーさんと友達になる気がないからごめんねあの放送だから、うん、あの150人が見てんの。 うん、あの自由に書いて自由に喋ってっていう関係でいいよ友達作りがしたいんだったら他行って公安自体破防法とかあと共暴罪があるから行けるんじゃないの宗教的な価値は高まるよねうん まあ国家転覆狙ってた集団だからねすいません延長するんでアイテム花火よろしくお願いします延長代ください延長代延長するんで花火アイテムお願いしますもう苦肉の策だよアイテムタイムですよアイテムタイム 赤字続きだから延長するのに1回50円30分50円かかります延長するだけで50円かかるあとは僕にお小遣いください最近100円とかの日もあるからね30円とか大赤字だよ大赤字まあまあうまく作ってるよねありがとういいねありがとういいねありがとう ンキューですアイテムよろしくお願いします畳みが増えたよなぁ本当に10回で500円まあ大体7回やるから、うん、ありがとう猫さんありがとういやーひどいよ最近収入激減どころじゃなくてうんともう 170円とか30円とか3000円とか7000円とか。だから、うん、やばいね。ちょっと食えんのかなっていうので不安がいっぱいあるね。うん。本当に家賃も稼げねえんじゃねえかなとか思って,てまあ厳しいよな。今、最大のピンチかもな。ちょっとね、もうシャレにならないぐらい減ってる。 みんな減ってるらしいよね俺言ってねえからブロックするよふわっちちゃんと見たけどそういうシステムなのでうまく作ってるなうまくできてるよねうん皆さんもしよかったらフォローしてねフォローもよろしくいやーまあ厳しいよ正直これが現実って言ってもうんたは泥棒えっは泥棒じゃないよ ただみの人は別に何もないただみでお前みたいにグダグダ言ってるやつは泥棒っつってん、うん、フォローありがとうスワッチフォローありがとう鮫島さんすごいねスマッシュヒットだよね閲覧スマッシュヒット飛ばしてるよね花火1個でまあ,あそれでも赤字でしょ例えば 4時間放送やって150円稼ぎましたってそれ <laughs> それどうよ俺にも生活あるわけだからやっぱりなんつうの花火ね10発ぐらい上がりたいよね4時間枠で花火10発は最低キープしたいラインだよねそれは正直なところだよ俺のまあ花火20発はもう万々歳だよ 全く飛ばねえもんな最近な何なんだろうまあ流れ変わるの待つしかないよな辛抱しないと踏ん張りどころだよ配信者としてサティアンあんのかなどうなんだろうね 最近配信減ったって、減ってるかそうか。いやいやいや、閲覧は減ってない。むしろリスナーの数はね、また100、200って増えてきて、いい時300いくから、むしろなんで調子が、閲覧が増えると収入が減るのかっていう。わけわかんないよ、もう。閲覧が減ると収入上がるし。あ、あるよ。 あのね日経平均っていうよりもね、為替がでかいかもしんない。FX の人がバンバン投げてくれんの。あ、今日、相当100万もかったから、w a ちょっと花火10発やるよ、みたいな。FX 税とか社長税は景気あるよ。うん。アサティアン、全部更地なんだ。うん。きつね枠にしても飛ばないよ。今は。この前やったけど、むしろゼロだったもん、アイテム。2時間喋ってアイテムゼロだもん。 日はあるんだ、うん、あ存在もしないな紙くい式村って、うん、何変わったって何も変わってないよ変わったのは収入だけだよいいんじゃないいい時も悪い時もあってもう笑うしかないよまったりやっていくよはいはいいらっしゃい 昨日さ YouTube でさクッキング枠やったんだけど結構好評だったんだよねあのエビのあら汁とだし巻き卵作ったんだけどクッキング枠って意外と料理枠って需要あるんだな昨日料理やったんだよ YouTube でそしたら閲覧 YouTube ライブなのに30人ぐらい来てくれて全然閲覧減らねえのすげえ面白かったよ笑ったもん あ需要あるんだと思ってそう料理枠カレーじゃないねエビのあら汁とエビのあら汁とあのー、だし巻き卵こんな感じでやったんだけどだし巻き卵作ってるでしょ料理枠ねいいんだね だし巻きでエビのあらあらとってるでしょうん、料理はいちょっと続けようかなとか思ってうんあギッチョじゃない俺なぜかね左右反転するんだよね YouTube ライブ謎いいねボタンありがとうやっぱり投げ銭よりスポンサー付きの方が安定するのかなどうなんだろうね うーんいやーでもね投げてくれる人を見つけないとまた和道に投げるよっていう人を探すよ、まあ、フ,ァンファンになってもらってスポンサーになってもらわないとやばいやばいよ、うん、そう反転するんだよねああアジさばくだけの配信か スポンサーさんいや今花火投げている人がスポンサーだよ。うん、今月花火投げてくれた人は全員スポンサーだよ。いややばいよ本当に。そう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 。人気商売だから飽きられたら終わりだから。嫌われたり飽きられたりしたら終わりだから。はい渡す。ほ本当にきついよね。 どうやって生き残っていこうかなあいやマジで本当なんか笑えないよね笑えないよな結構やばい状態だよ今笑ってるけど「ニコ生やる?」だって4月1日3000円4月2日7000円4月3日178円だよ で4月4日が2万円。4月5日が66円。4月6日が1500円。やばくねこれマジだよ。で、55時間放送やってんだよ。50、<laughs> これやばいでしょこれマジだよ。先月末からずっとこんな感じだよ。いや、マジだよ。もうマンスリーランキングいないでしょこれマジだよ。ネタじゃねえかんな。 企業スポンサーは無理だよ。俺らにスポンサーつけても無理無理無理。4月なんで6月見る ?6 月の売り上げ見ようか。6月10日間ふわっち休んでたの、捨て頃前。だから10日間無休でしょ ?6 月見てみようか。六月は、 ああ、でもね、2000円、4000円とか、そんなんばっかりだわ。要は10日間0円なんだけど、1、2、50円、2000円、4000円、1000円、2000円、4000円、11円、7000円、4000円だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9。要は19日間こんな感じだもん。やっぱ。だからもう先月からもうバブル崩壊だね。 どうやってて生きてんのいやだからなんとか食いしのぐしかないよもう、うん、ああまあまあ追い詰められてウォーってなるしかないよねもうもういや,いやだから不安でいっぱいだよ本当にだからマンスリー県外だって150人以下だよマンスリーランキングってふわっちの配信者100トップ150人が乗るんだけど見てみっか たんマンスリーランキングだってこの人たちより稼いでないんだよ誰っていうやつばっかりじゃんこれ誰でしょう俺この人たちより価値がないってことだからね引くよなこんベンジョ太郎さんで70位だよ これ、ちょっと困るよな。ほら、いないでしょ。俺のサムでないじゃん。橋本くん以下かよ。ないでしょ。だって、鮫島さんでないよ。鮫島さんで150位だよ。え、ドルさんは <laughs> あれドルさんもか。 ブーだな本当にどれさんも安定の圏外か厳しいないや便所太郎さんで70位だよだ色濃いやんないと食えないんだろうなうんアイテムと閲覧別々俺も圏外だよ 厳しいなサプリは100位とかえなんかトップだろサプリだって100万とか稼いでるもんサプリはサプリサプリサプリ,サプリ14位だよもう100万超えてるじゃんサプリ14位もう127万すごいよね サプリは今後伸びていくと思うよいやいや閲覧はあるからね何とも言い難いよね上位はエロ系っていうよりも色濃いじゃないの分かんないけどやってらんねえとかはないけど楽しいから好きだから続けてるからあるけどこれどうやって食ってきゃいいんだっていうので。 もうほんと今月末どうなるのかって不安で不安でしょうがないねああそうやつも言ってたサフリ伸びるね今後閲覧も多分増えていくと思うようんうん ニコ生やるのにもプレアカ500円かかんだよもうそういう状況じゃないよ本当にうわあマジでやべえな本当どうしようなんでこんなことになってんだろういやマジでやべえよないやまあまあどうしようもないよなもう耐えるしかないよな まあこればっかりはもう悩んでもしょうがないかんね。のりこ売り飛ばすか。吉原のソープにのりこ売り飛ばすか <laughs>、うん。シルキーさんいらっしゃい。うん 超恐ろしいもの見せてあげようか、じゃ超恐ろしいもの見せてあげるよ、じゃ残高100円だよ <laughs> <laughs>。ひいでしょ。マジで、どうしよう。 いや楽天銀行のキャップー <laughs> いやいややる価値あんのかって俺が一番思ってるけどもう笑うしかないんだって本当に <laughs> いやアピとかじゃなくて普通にないかんねアピールぐらいいいだろうアピールぐらいいや、うん、アピらせてくれよ、うん 難関職の今後についてはちょっと公式な発表を待ってください難関職については僕も運営でねサイドだけどあの公式のツイッターの発表を待ってください、うん、グッズ販売は好調ですよだから T シャツとか買ってもらいたいようんそうそうホスト系キャバ嬢系キチ害系雑談系はやっぱ食えないんだろうね まあ雑談系関慎吾さんとかやっぱ他行っちゃったもんねそれが正解なのかな見切りつけないといけないのかなちょっとね考えないとねもうここまでいくと神頼みをしたい気分だよ神頼みをそうだね T シャツとかステッカー買ってくださいって固定にしようね分かんないん吾さんどこ行ったんかまあん吾さん結構3ヶ月ぐらい前にもう見切ってたねツイキャスはやる気ないないやふわっちはだからモデルとかインスタグラマーとかをスカウトしたかんね俺も契約来たよ時給3500円で契約してたけどもうセブンティーンはタバコ吸えないからやんない いや神信じないけど神だの神にすがりたい気分だよ本当にまあでもお天道さんは見てるだろうなんかすっげえ花火しかなんか助けてくれんじゃん <laughs> わかんねえけど <laughs> ファンタスティックねドカンドカン上がったりするじゃんたまになんか1ヶ月に1回狂ったように上がったりするからもうなんかもう誰かが見てると思って一生懸命やるしかないよ俺インスタはやんない、うん 他力本んまあまあ配信者だからね腐っても配信者だから、うん、全力でリスナー頼りだよ誰かいいんだろう気まぐれのビル・ゲイツみたいなやつが <laughs> 億万長者になったらね笑うよね まあでもなんか金がメインじゃなくて金もついてきたらいいなぐらいに思っててもうそんなことよりもどうやって食っていくかだよセブンティーも契約切れちゃった俺腐った果実どうすっかな コンテンツ的には今後は映画なのおおそうだね自分の企画としては映画をメインでやってこうとは思ってるけどまあ弾丸塾もまだまだスタートしたばっかりだから弾丸塾シルバーアクセサリーあとまあ映画そろそろ動き出そうかなっていう,っていうのもつながってるんだよやっぱりねふわっちバブルもう終わったと思ってて今後はまあ食っていくことはできると思うんだけどなんとかなんとか貧乏暮らしで。 まあみんんな優しいからアイテムくれると思うんだよだけどそれを代代とか70代って見えないのだったら映画とかでショーをったりしたらなんか見え方が変わるかなと思ってちゃんとその活動自分の主軸の活動を作らないとと思ってだから「生活保護完全マニュアル」えーと「弾丸塾」「シルバー」と「映画」今この4つかな自分の企画は。 家賃滞納は絶対したくないよねっていうかまあ今6万払ってねえんだよねぶっちゃけ先月分これ追い出されるぞ厳しいやばいねちょっとねどうすっかな まあ作品あった方があの残るしね作品は実績として作戦考えないとってまあまあ本当に考えてるよだから、うん、まあまあ本物が生き残っていくのかねまあ色恋組が生き残っていくのかまあそれは勝負だよなうんここは6万 頑張ろうどっかでね流れ変わったらいいなっていうふうに思ってるけど流れは自分で変えるもんだからなのり子の家のり子の家には世話になんないよ。 言いが痛いやっぱ捨て頃負けたのがでかいんだと思うんだよな俺の中で <laughs> 日本災害多いのは昔からでしょ今に始まったことじゃないよ昔からだよ 昔から。 3で,しし <laughs> で勝って取り戻せもう出ないようん捨て頃バブルは今回なかったよねあんまりね路上ライブで金稼ぐの路上ライブかドを光る時は共感を呼ぶ雑談した時と追い詰められた時こういう時に花火が上がる気がする あーでもリスナーさんの方が多分俺のこと俯瞰して見えてるよね多分ねまあまあもうしょうがないよこの生き方選んでるんだからいい時もいっぱいあったし去年なんか沖縄旅行行けたし悪い時は悪いでもう腹くくるしかないよバブルはまあ全体的になかったような感じがあるねうん 久保田先生のカバン持ちとかやんないかなまあ,まあしょうがないな練習した方が強いわけじゃないから才能なかったんでしょそうそう俺が選んだことだから誰のせいでもないし今でも好きだし配信がむしろこういう時にやめてく人間っていうのは もともとこの世界入るべきじゃないっていうのは言ってきたことだし今でもそれは思ってるよもう意地でも続けてくよ沖縄行く前ぐらいがすげえ儲かってたね沖縄その余韻で行った感じあまあまあ便所さん頭いいし儲けていいでしょ 手頃の伸びしろはまジ感動したけどね負けても和道の株上がったああありがとうありがとう、うん、和道万博イベントあ、うん、でも結構大変だよ新居バファーストリングってあれレンタルするの70万かかんだぜ一人一人のギャラか考えたら200は稼がないダメだよ <laughs> 今の俺にその実力ねえよ 和道博物館そういう状態じゃないから <laughs> 金かかるイベントなんでここで仕掛けんだよ手元に100万とかあるんだったら分かるけどあ警察芸とかっていうか公務員に迷惑かけんのにダメだよねダメダメ。 路上ライブやる路上ライブやる <laughs> 路上ライブやる路上ライブ。新宿で。それ面白いね。路上ライブ配信やる路上ライブ配信。やるそれちょっと面白くない路上ライブ配信って。ギター持ってやる 青壁の前でやるな青壁の前は危ないかんな歌舞伎だかんな金かかんない企画やってこううんなかなか評価されない芸術家みたいな嫌なんだけどシャドーボクシングを路上でやんないやんないえやるギター持ってってやる機材持って路上ライブ <laughs> 観客のりこ一人でやる それ面白くないちょっと <laughs>。それちょっと。迷惑条例え、路上ライブってダメなの路上ライブって法律的にダメなのかなどうなんだろう結構稼げたら笑えるよね <laughs>。許可いるのかな うん、許可取らないダメなんだあれ、まあ、じゃあまあ許可でもうこの時間だからなグレーなところはあるんだじゃあやめようぜ通報入ったりしたら面白くないし、うん、新橋まあね靴磨きとかやんないわあ外で飛び行くのありかなと思ってるけど 南口の捜査駅前だったらやってるけど、警察来てすぐやめたらいいの。まあ、通報すぐ入るから、俺の場合もう即警察来て終わるから、行くだけ無駄になるからね。オリジナル曲いっぱいあるよ。うん。オリジナル曲っていうか、俺は即興で行けるから、うん。何でも曲にできるから、すぐ曲にする男だよ。今歌えって言われたら、もうオリジナル曲もうすぐできる。 うんうん、いや通報入るぞ、うん、もう準備して結構大変なんだよ外配信ってバッテリー積んでねえ1 0 k ぐらいの荷物背負ってギター背負ってでねえ5分で終わりとかだと寒いからやめとくよ、はいわ やめとく今般はオウム心理教の信者って何人コンパって何コンパってオウム心理教の信者の数ってピークで一万数千人だったはずだよ一万数千人え今でも結構いるんじゃないかな今そんな変わってないよ一万人ぐらいいるはずだよ あ、こんばんはって意味か。あ、はいはい。も、ま、う、あ、路上ライブ全然俺はやりたいけど、まあ、アンチが多いから無理でしょ。すいません、皆さん。延長したいんで、アイテム、花火お願いします。せめて、ちょっと頼みます、皆さん。力貸してください。もう、さすがに限界だよ、俺。助けて。アイテム、花火お願いします。 アレフに入信かうんアレフ入団まあ30分で切るか延長代もったいないから延長代稼げなかったら一回一回枠取り直すかもうしょうがないから無料でやっていくしかないねいやもう一回切って30分30分で切ってやってったら無料でできるからもうそれしかないよ テロップあテロップは別に普通にワド d の放送でいいんじゃないはいはいワド d う2、ん、ありがとうアンズさん久しぶりです元気っすかありがとうアイテムありがとうもう延長代も稼いもう延長やめよううんなるべく節約していこう延長やめようアイテム上がった時だけ延長するわ もったいない、うん、枠取り直していく30分で、うん、延長代は一回50円かかるけどそれでも50円かかってプラマイゼロだったら意味ないからボランティアじゃねえんだから覚えてるよ、うん、あの言わないけど覚えてますよ会ったことある人は覚えてるよさすがにはいはいチョコマラさんいらっしゃい ひっそり見てんだ。の <laughs> んちゃん今日ご飯何作る？ありがとう延長助かります。ありがとうチョコマロさんから花火いただきました。延長します。ありがとうございます助かった。延長します。延長します。ありがとう。 枠切らないででこれケー、OK うん。どうなんだろうねどういうやつが生き残って10年後分かんねえよなー本当に多分ね今やってる配信者はほとんどいなくなると思うも意外と俺もいなくなったりしてねピンチだよね 腹減ったなぁ。米炊いておこうか。米炊くのんちゃん。米炊いておこうか。あ、じゃあさ、一旦、あ、ごめん。やっぱりふわっちの方一回切ります。で、YouTube ライブの方で台所配信やります。ちょっと一回こっち落とすね。台所に移動するんで、スマホで配信やってるんで、もしよかったら YouTube ライブ来てください。僕のプロフィール欄にあります。一旦こっち切ります。 お疲れ様です。YouTube ライブで会いましょう。